朝日新聞社朝日新聞大阪本社9朝日新聞大阪本社ビル朝日新聞大阪本社は、京阪神を中心とした近畿地方及び中国地方、四国地方、北陸地方において朝日新聞を印刷、発行する朝日新聞社の地域拠点であり、本店所在地大阪朝日新聞を前身とする朝日新聞社は、 産業経済新聞社などとともに大阪発祥の新聞社であり、現在も陶器上の本店は大阪本社である。取材拠点として社会部大阪版を要し、他の地域本社とは一線を画する取材体制を持つ。東京本社による新聞発行が不可能となった場合には、その業務を引き受けるバックアップ機能的な側面もある。夕刊も発行する。 セット版は近畿2府4県の全域のみ、他の地域は長官のみの統合版である。なお、富山県の版については1989年8月までは他の北陸地方と同じく大阪本社で編集、発行したが、読者に対する調査で東京志向が強いとして、同9月から東京本社で編集、発行という定裁が取られ、 同9月1日には社国と特集が掲載されたが、合理化の一環で2011年4月1日から、中日新聞北陸本社の金沢市の工場で印刷されることが決まり、22年半ぶりに大阪管轄となった。大阪管轄に戻ったその日は特に特集は組まず、一部の特集や連載記事で、掲載や連載回数が異なります。 ご了承くださいと書かれた程度だった。同じ北陸の石川県、福井県はこの期間も大阪発行のものを、京都市の工場で印刷したものを届けたが、今回の気候変更で、石川県については、富山と同じく、金沢の北陸中日工場から委託印刷されたもの、福井県は、従来同様京都市の自社工場で印刷したものを、届けている。 昭和初期の朝日新聞大阪本社主要地域のみ記載以下は大阪府、兵庫県、京都府、奈良県で発行されるものを挙げた他県では収録曲が異なる以上の各局は2009年3月29日付まで中面にまとめて載せていたまた他の本社発行文では一時期最終面のテレビ番組表内に天気予報が掲載されていたが 大阪本社版に限っては、スペースの関係上、一貫して最終ページではなく1ページに収録されている。1990年代の一時期、NHK の衛星放送第1、第2の中間に、各地域の収録曲ごとに電話番号を掲載する、スペースがあった。現在は、全曲、放送曲名カット下段部分に載せてある。2011年4月から、 NHK デジタル衛星ハイビジョンが廃止され、2チャンネルに再編されたため、BS 日テレ以後のチャンネルは、それぞれ1箇所ずつ左に寄せるようにし、BS 富士の右隣は広告となったが、2011年10月からは、BS の新機会局により、ワウワウプライムが掲載されている。名古屋本社管轄の他の三重県は朝、夕刊セット出店。 富山の新聞事情なお日刊スポーツについては、富山県は、日刊スポーツ新聞西日本名古屋本社から、石川、福井の両県は、同社本部、大阪本社から印刷されたものを販売している、朝日新聞100年史編集委員会、朝日新聞社史、対象、昭和戦前編朝日新聞社、1991年、40ページ。朝日新聞100年史編集委員会、 朝日新聞社史、大正、昭和戦前編朝日新聞社、1991年、117ページ。朝日新聞百年史編集委員会、朝日新聞社史資料編朝日新聞社、1995年、9ページ。朝日新聞百年史編集委員会、朝日新聞社史、大正、昭和戦前編朝日新聞社。 1991年259ページ。朝日新聞100年史編集委員会。朝日新聞社史昭和戦後編朝日新聞社。1994年322ページ。朝日新聞100年史編集委員会。朝日新聞社史昭和戦後編朝日新聞社。1994年761ページ。 朝日新聞社からのお知らせ朝日新聞支局の看板や車に傷付近にブロック編山口県西部版は下関市にある山口新聞の工場に委託している社会と共に人と環境に配慮大阪に新ランドマーク中野島フェスティバルタワー朝日新聞社2018年5月26日閲覧ありがとうございます